どうも、レオンで、ございます。今回もですね、サッカー日本代表について喋るわ。今回はですね、皆さんご存知の通り、明日スペイン戦が控えてるわけですが、はっきりしてることは遠藤航、そして酒井宏樹が確実に試合に出れませんと。もう練習に参加してないんで厳しい。で、冨安も、練習には合流したっていうレベルで、多分試合にはスタメンで出ることはないかなと。途中で守備固めとかね、守備固めてリードしてる状況はなかなか想像できないですけども、なかなかね、厳しいかなというふうに思うんですよね。ということは、遠藤、酒井、冨安、この3人が抜けるという形になるんですね、スタメンからは。そういう状況の中で、どうスタメンを組んでいくのか、いろいろなんかの3バックで行くべきじゃないかとか、三笘を最初からとかね、いろんな説が流れてますが、結局ね、勝つためにはベストスタメンって一つしかないんですよ。二つも三つもないですよね、ベストのスタメンって。ベストですから。で、森保がね、おそらく今、本当に日本の心臓であるね、遠藤航が負傷で出れないということで、もう完全におかしくなってると思うんですね、頭の中でね。多分もう飯も食ってないと、俺は勝手に思ってるんですよ。多分食ってないでしょうね。もうガリガリですからね、森保。なんで、その意気消沈してるね、森保に対して、もう最後通告。もうこのスタメンでいけよと。この3人が抜けて、非常事態なのはわかるんです。非常事態で、森保が死にかけてるのはわかるんですが、そんな状況の中でも俺は諦めずに、ベストスタメンを考えていこうかなと。そして森保に伝えていこうかなと。いうふうに思います。はい。システムはね、もう 4-2-3-1。なんか3-6-1とかね、そういうのがいいって言ってる人もいると思うんですけど、それ基本的にはもう不利がないと思うんですよ。サッカー分かってないと思うんですよね。ベストスタメンは 4-2-3-1 しかないんですよ。はい。で、キーパーはまず、シュミット・ダニエル。これ以外の選択肢はないです。はい。ゴンダが出た瞬間に、予選敗退決定です。はい。で、右サイド、やっぱ酒井がいないんでね。やっぱ山根、しかないのかな。で、センターバック、ここはもう吉田、板倉、ここの2人しかいないんでね。谷口は守備固めならいいですけども、多分そんなリードしてる状況はなかなかね、想像できないと思うんで。はい。で、左サイド、長友と伊藤、どちらかというところなんですが、やはりね、固く行こうと思ったらね、やっぱり伊藤ですよ。長友はね、何をしてるのか分かんないですよ。なんかボールもらって、パスしてっていうだけなんで。で、伊藤も今のところ同じ反応状況なんですけども、やっぱセットプレーの時の強みとかね、そういうのもあるので、長友には何も武器がないんで、伊藤洋輝でいいんじゃないですかね。はい。で、ダブルブランチ、遠藤航がね、出れないということなんで、まずは森田。もうここは絶対欠板ですよね。で、もう一枚、ここはね、いろいろ議論されるとこなのかなと。鎌田を一列下げてとかね、で、トップ下に久保を入れるとかね、いうこともあるんですが、やはりね、90分間攻め続けるって不可能なんですよ。なんで、まずはね、中盤固く入らないといけないと思うんで、森田、そして田中を、かなと。で、トップ下鎌田。もうここも変えられないんじゃないかなと。いきなり久保はないかなと思います。はい。で、右サイド、伊藤。今度こそ伊藤スタメンです。はい。相馬ではありません。はい。堂安でもありません。はい。で、左サイド。ここはね、確かに、三笘を最初から使うパティンも全然理解はできる。国民のね。で、使っても全然いいと思う。ただね、ポイントね、三笘を最初に使ってしまうと、サブがいなくなってしまうんですよ。三笘も90分持たないんで、ハイインテンシティで行かないといけないんでね。そうなってくると、最初はある程度こうプレッシングかけられる前田大然を左に置いた方がいいんじゃないかなというふうに思います。そして、ワントップに南野。浅野もね、最初からではあんま効果が出ないですよ。相手が疲れてきた時に初めて効果が出るんで、南の前田、そして右に伊藤でいいんじゃないかなと。で、疲れてきたらね、ワントップ、南のところに、浅野、で、左サイドに三笘、で、右サイドに堂安でいいかなと。トップ下、なんかあったら久保。ここが妥当なとこじゃないですか。で、田中はね、疲れてきて、もう、多分90分持たないと思うんで、そうなってきたら谷口をボランチでね、使うとか。そんなん全然ありやと思うんですけど。そういう流れでいけば、予選突破できるんじゃないですかね。はい。
え、森内、まあ、メモ取ったよね。聞いてるよね。まあ、この通りやらないと負けるからな。ちなみにね、次の日本、スペイン。日本が勝ったら困るんですよ、俺逆に。なぜかわかります？俺、トトでね、スペインの勝ちもしくは引き分けにかけてるんですよ。日本の勝ちにはかけてないんですよ。だから、勝つなよ、絶対に。勘違いして。それだけは勘弁してくれよ。まあ、因果応報ですから、そんなね、力もないのに、無茶な采配してですね、勝てるはずがないんですよ。だから、運命はね、変えられないんで。まあ、今回に関しては初めて史上初、だと思うんですけども、日本を応援しません。はい。やっぱり愚かな行為をしたチームはね、愚かな罰を受けるべきだと思うんで、スペインにフルボッコ。フルボッコでしょうね。はい。まあ、そうなってしまうのは残念なんですが、今言ったスタメン、これでいかない限りは、勝ちはないです。はい。なんで、森保、最後の戦いだと思うんですけど、気合でやれよ。覚悟を持って。